方、ぜひともやりましょう。まあ、放送してくれる人がいたらね、俺、実況やりたいんだよ、本当は。俺、ここで実況、俺、実況を鍛えて、ちょっとなんか呼ばれたいんだよ。さあ、皆様、こちら。フィクサーに貼ってくださった方々、ありがとうございます。配ります。いや、ライバルズギャンブル、面白えな。な、中、これは、これちげえな、違った。少々お待ちを。もう来週だもんな、アプデな。それでは私に貼ってくださった、なんと、天ジェン6880万。やば。さあ、なんと天ジェンがこちらが6880万ゴールドからが立ちつ天ジェン。天ジェン6880万ゴールド案内ゲッチ。さあ、そしてこちらがタヌタンが1720万。なんか久々に勝ったよ。タヌタン1720万ゴールド、ナイキャッチからのハート1720万ゴールド。ハートはチーム員じゃなくてフレンド。ハートこちらが1720万ゴールド、ナイキャッチ。そしてシナコ、きなこもちことメガシマネさんが1032万ゴールドか、きなこもち、きなこもち、きなこもちさん1032万ゴールド、ナイキャッチからのビビー688万ゴールド。そして金城、やった、金城儲けさせた。2連チャン貼ってくれた。ナイス金城ナイキャッチ。かきく金城で、クマサルさんとラージライスさんどうでしょう。クマサルさんとラージライスさんの結果いかがでしょう。桜子688万ゴールド。桜子 GX 桜子さん。ナイキャッチ。やってないです。あれ。あれ。クマサルさんとラージライスさん。これさ、もし熊猿さんがね、熊猿さんがちょっと対決見たいよな。そしたらこれギル、あれさ、クマちゃん対戦してますね。こっちやってるみたいですね。本当、クマサルさんとラジライスさん対決していただけないでしょうか。688からの桜子金城、あとレンさん344万ゴールド。
さあこちら MI レンさん344万ゴールドからのこちらが172万ゴールド。こちら母さんこと YouTube 勢の常連千秋さん、こちらが母さん、初ベッドガーの初内ゲッチは172万ゴールド 3.44 倍、お見事内ゲッチ。そしてこちらが、ケンちゃん準優勝で300万ゴールドやった。カキクケン、ケンちゃん300万、ナイス。一勝で300万、結構おいしいな。ライバルズ1回勝って300万とか美味しいな。やっていただきたいし、ちょっと。クマちゃんはドラクエ落ちてる。クマちゃん放送してる？クマちゃん放送してたら伝えてほしいな。それでは皆さん、払い漏れないと思います。OK です、お願いします。ちょっとね、あれですよ、ちょっとあの熊猿放送を見て、熊猿放送ちょっとあれしよう、実況の勉強しよう、鬱陶しくない実況。次ありますか。最近社長はあんまり実況してないもんな。あんましてないんだよ。そうなんだよ。相当しんどいね。ちょっと熊猿さんのね、ちょっとこれ熊猿さん未来失礼して。6点。トルネコデッキも自分、俺あんまやんねえからな。あんちゃんいるけど倒せるかな。全除去できるか。これ熊猿放送ですね。これランクマッチ、プラチナ5戦、ゼシカ VS トルネコ。トルネコとゼシカってどっちが有利なんだろうね。できるけどな、ゴブゴブぐらいのイメージ。もうしゃあないな、うん、俺ゴブゴブぐらいかな。謎を打たれたら終わるぜ。はやこうだな。いや結構、はい、結構おせ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 されてるね。さあクマサル結構おせおせされますけど、このイエローシックルっていうのがね結構強いんですよ。あの普段コスト攻撃1の体力4なんですけど、正面のマスね、正面マスに攻撃するときだけプラス、プラス2点かな、プラス攻撃2、はい、事実上正面の相手にはね3の攻撃があるっていうね。しかもコストが2かなんかなんですよ。叩いて残り4。いやこれはね不利ですね。これ熊猿さん不利ですね。もうこのゼシカでね、一番怖いのは、メラゾーマって技が、コスト4で、ね、二王立ち張ってようが何してようが、問答無用で5点削られるんですよ。
だから今ゼシカも MP が次のターンで7でしょ。メラゾーマ持ってたらクマサラ終わり。あいいの、トルネコは回復あんのかな。5、6か。ちょっと挑発張るか。そしたらゼシカはねククールが一番きついんですよ、はい。結局あの速攻決めたいのにククールはもう、もう回復手段がもうワンサがありますから、ずーっと回復され続けてね、 HP 保たれたらあのもう出せるカードが尽きてきてね、それでゼシカ負けちゃうんですけど、サンルシア仁王立ちをつける。だから仁王立ちをつけてもメラゾーマ抜けるんだよ、仁王立ちを。ちょっと上げときましょうかね。さあここはさあクマサルはアンルシアに、こちらアンルシアを盾にね、なんとかメラゾーマ引かれないことを祈るばかりですが、メラゾーマ飛んできたら終わり。メラミももう一発含まれてるか、ありそうだな。ね、メラゾーないね。舐めてた。サイレスでこれが、サイレスこれは強いんだよ。これはウォールその他ね、闇光の玉と一緒。やばい。あはは。これでも回復2できるからな、一応な。お回復2。これがどう作用するかだな。2。メラミは耐えるね。はい。ただ次、ゼシカもテンション3だと、これもメラミと同じ効果。もう HP がもうこれね、正直8以下になった段階で、もう HP が8以下。で、もうゼシカの MP が6以上の段階でもきついんだよね。あ、でもあれか、次テンションマックスで終わりだね。テンションマックスきますね。どんぐりこず。だまだ終わらない終わらない、いや終わらない終わらない。MP4 だった。いや終わらない終わらない。4だった。そうそうそう。1残る。終わらない終わらない。危ない危ない。あでもヒャドで死にそうだな。しんどい、どんぐり来いや、どんぐり。頼むぜ。どんぐりが来たら回復いけんのか。でこれ3食らうでしょ。これ3食らう。おはーはい。で、これメラゾーマメラに持ってたら終わり。いや、あー、もうきついかこれバールゼルブ、顔に3、強制。いやー、これはしんどいね。いやー、これはクマサルさん、残念。アグロのゼシカ多すぎだよ。あー、アグロゼシカもうね、ほんとそう。いやー、これきつい、これは。いや、クマサルさんもプラチナ3までいってますから。プラチナ3から今、プラチナ5でしょ。決定戦はどうなった。いや、これはしんどい。まだ決勝戦やってるかな。いや、クマサルさん、もう3位決定戦やってください。なんか俺の画面映ってね。3位決定戦お願いします。ちょっと社長の声言って。3位決定戦お願いします。すいません、大変失礼しました。ラージライズさんとこのまま3位決定戦お願いします。一応今後のね、イタスと同じで誰が何位何回っていうのを出していきますからね。了解しました。あと3位になると100万ゴールド差し上げます。勝てば100万です。了解しました。失礼しました。失礼しました。お願いします。こちら熊沢さん、ミラーさせていただいて実況させていただきます。誰が何位何回っていうのを出していきますか。あと3位になると100万ゴールド差し上げます。勝てば100万です。しかし本当俺柄の悪い声してるよな。私がルーム解説すればいいのかな。お願いします。もう人の声で自分の声聞くとほんと柄悪いな。敵はあらかじめ決めといた方がいいの。もういいや、ドル猫で行こうじゃん。ザッザッ。ラージライスくん、こちら874540で熊猿さんの部屋入ってください。確かに違って聞こえますからね。いや違って聞こえなくても柄悪いですよね。熊猿さんはいい声してますよね。リアル僕より全然いかついんですけどね。よし、じゃあ行きましょう。さあ頑張るぞ。なんか最近負けてばっかりだな。93問目が聞こえるのは今更ですよ社長。あまり今の現環境よりマッチングしてない部分があるかな。クラージライス何で来るんだろう、ね、ランク低くても出れるの。出れます出れます。ブロンズの方もシルバーの方も。文献みたいな声で嫌いだな。あ、すいません。文句も最初俺のトーク超真似したからな、あいつ。あ、そうか。なんかあれだよね、
一応俺もドラクエ10でブイブイ最終話してる頃みんなちょっと喋り方がみんな俺っぽくて気持ちよかった。みんなナイスとか言ってんの、はい、あ、これが準備完了ってやればいいんだ。またゼシカ相手にこうこうこれ勝てねえぞえマジか。このね、先行後攻ってのがね、ちょっと熊猿さんの放送声切りますね。ピンジどこピンジどこ。このね、先行後攻ってマジアグロ系のね、早い足が速いデッキに最初事故って全然防御の姿勢が取れないともうあっさりやられるんですよ。早いと5ターンで決まりますから、ゼシカ。もう4ターンでほぼもう盤面も結果見え始めて5ターンでフィニッシュされるんで。もうきついよ。ちょっといい感じでね。和骨。ナイス和骨。ちょ、これなんか曲入れてえな、曲。ちょ、曲入れんね。ちょ、なんか、ちょっと渋く、ちょ、待ってください。曲入れます、曲。何にも曲ないと寂しいから。キャドバテモブアンプに先行取られたらリタって時期ありましたし。曲どうしようかな。あ、そう。やっぱ先行後攻ってそんだけ大事なんだね。バンプ、バンプってなんだろう。じゃやっぱこれだよ、これ。これが好きなの、これが。ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。これってよく知りませんが、課金してる人がやっぱり強いんですか？いや、今ね、全然そんなことないですよ。これからはそうなっちゃうかもしれないですけど、今はね、みんなオープニングサービスキャンペーン中でめちゃめちゃ、もうゲーム始めたらめちゃめちゃ引けますから。もう一つの職業だけで、もう二つの職業ぐらいまでいけますよ。しかも今一番流行って一番強いデッキが一番安いっていうね。まあ運営さんとしてもこのバランスはちょっとしんどいでしょうね。一番安いのが一番強いなんてなかなかバランス的に悪いからね。キミトさんこんばんは。ナイスブラザー。さあ、このドラクエライバルズ熱を帯びてきてね、本来だったら今イタストをやってるところが今このライバルズに、取られてしまいましたが、ね、しっかりとイタストも、年末年始に向けて盛り上げていくつもりなのでよろしくお願いします。さあこちら、しかしライバルズはこれ空前絶後の大ヒットみたいですね、このカードゲーム、スマホのカードゲームでもね、先ほどいただいた情報によると700万ダウンロードという数字、シャドーバースというあの大人気ゲームが1年間で1400万ダウンロードの中、この速度わずか1週間で700万、シャドバが1年かかった1400万、わずか1週間でその半分にまで来ている、その話題ね、マッチングの混雑レベルがもうすごくて、メンテナンスのこのサーバー増強が毎日余儀なくされてるんですね。茂雄さんこんばんは。さあ今日このカジノフィクサー杯ベータ版で始まりましたけど、さあ私は初戦が桜子さんに敗れて準優勝、今回は勝たせていただきましたけどね、今回これ熊猿 VS ラージライスはこちらが2戦目の3位決定戦、勝てば100万ゴールド、さあ参加費今いただいてませんからね、ドラクエのゴールドが欲しくて、このライバルズが今できるという方はね、ぜひともカジノフィクサーゴールド取りに来てください。ひたすらイタスト頑張って、おそらく社長のイタストギャンブル待ってるプーさん、プーさん頑張れ、応援してるから。プーさん毎日やってすごいよ、毎日だよ、俺がずっとライバルズやってる間にね、プーさんもライバルズやりましょう。次ありますか。いや今日さ、もう参加者いなかったらいいよ、あんまりやるとだれるからな。ただちょっと集中してみるからね、いろんなデッキみたいですけど、さ熊猿さん、まあ、手札隠しちゃってるんでね、そんなわかりませんけど、まあ引いたカードこれ覚えられるかな、これ横に広げると見えちゃうんだよ。また序盤のカードは覚えられるんだけどね、このね、結構6、7で出てくるレジェンド隊の効果がよくわかんなかったりするんですよ。ただね、特殊会話ってのあるんですね。例えば相手がテリーと戦ってる時、こっちがミレイユ出したらね、テリーあなたが相手だからって手加減しませんよとかね、そういう特殊会話は全部で12種類あるらしいですね。12種類あってね、結構4と6
が中心ですね。クリフトミネアとかね、トルネコクリフトとかね、その関連してるキャラクター同士はみんな特殊会話が生まれるらしいですよ。マルティナ・カミューとかね、ハッサン、ハッサンとミレイユもあるのかな、銃2種類、あとはエイとか、ドルマゲス、ドルマゲスとゼシカ、ドルマゲスとテリー、テリーん、ククール、ククール、まあ、そんなプレミアム会話をね楽しめたらいいんじゃないですか。これからプレミアム会話の種類も増えてきそうですね。さあここで現在盤面ラージライス23はこれ明らかにアグロゼシカですね。まあ、アグロゼシカも私ね、今デッキが増えてくると思ったんで、まあその勝ちたかったっていうのももちろんですけどね、アグロゼシカの手法を覚えておかないとこの実況に役立たないというのが後押ししてね、私もアグロゼシカ作りましたけど、まあこのアグロゼシカはとにかくね、まあこの今あれでしょ、27、熊猿さんの今 HP いくつかですけどね、ちょっとこのね、8ターン目を超えるとちょっと、ね、この MP のところ7のところは7ターン、8の時は8ターンで表現しますけど、この7ターンを超えるあたりがちょっと苦しくなってくるんですね。ここで亡者の人玉、亡者の人玉か、出せますね。亡者の人玉出して、ここら辺が出せるとね。まあ、トルネコもちょっと全体除去系がちょっと少ないので、ちょっとここら辺ね、ユニットが揃えられてくるとちょっときついですけどね。やはりトルネコは土わらしにかなりのバフをつけて、増殖させる状態が前半持ってこれないとちょっと盤面は有利に運べませんね。さあ、ここでオークでいいコンボ。さあ、オークこれ貫通ありますから。ここでオークおそらくそこ行きますね。亡者の人玉と、こちらがお化けキャンドル倒してからの耐える。さあ、ここで、二王立ち入れてからの7の攻撃ユニットを残す。これはでかいですね。このね、アグロゼシカにとって一番の大敵はこの二王立ちなんですよ。まあ、いわゆる、ハースストーンのタウントですよね。この二王立ち、この砦みたいなのに築かれている、このね、真ん中。もうこの砦みたいなのが築かれちゃうとね、このユニットをまず倒してからじゃないと、他のユニットも、リーダーユニットも攻撃できないんですね。しかしです、ゼシカのメラゾーマというのは本当たちの悪い技で、メラミメラゾーマっていうのは、直接相手のリーダー、この、二王立ちを超えて攻撃できるというね。さあ、このメラゾーマ、さあ、メラゾーマこれ、撃ちましたけど、これは他のユニットに攻撃させるために行くわけですね。まあ、ちょっと熊猿さんの HP がちょっと見えませんけど、まあ、熊猿さんの HP が十分残ってるんだとしたら、まあ、今、あそこの、もう二王立ちにメラゾーマ撃たせてる時点で熊猿さん有利ですね。さあ、ここで撃ってからの盤面が整理される。さあ、しかし、これは熊猿有利でしょうね。この場面に来て、ゼシカは、もう手持ちのカードもない、ユニットもいない。さあ、HP は23こそ残ってますけど、こっからは熊猿さん十分逆転の。さあ、ここでドラゴンガイア出る。さあ、これドラクエ10でもね、おなじみのドラゴンガイア、第一の流玉のモンスターですけど。さあ、このドラゴンガイアはですね、この次のターンまで、自分の次のターンまで特殊攻撃全部無効です。リーダーも含めて。だメラミ、メラガイア、メラゾーマ、メラミ、この豪華の炎当てられません。さあ、ここから熊猿猛追でいくでしょうが、マンルシアが左端に見えてますけどね。熊猿さんの点数何点か気になりますけどね。どうでも熊ちゃん放送でお前3位決定戦やったかとか渋いな。私も先輩ですからね、もう間違ってもお前なんか言えないですけど、最高熊猿っていうなんですかハンドルネームまでしか言えないですけどね。5秒からでございますが、さあ、打ちましてからのテンション。HP いくつなんだろう。まあ、こっからガンガンいけますね。さあ、ここはアンルシアを出していく余裕がある。このアンルシアは攻撃力5以上のユニットを無効化できますね。
今当然5以上のユニットがいないので、こちらは直接出すのみとなりますが、もうね MP 余ってもったいないから出したんでしょうね。さあドラゴンガイアがさあここから最高で与えて10ですね。メラゾーマしかし1枚使ってますから残り1枚しかありません。まあ、このね、一つのカードをイオナズン来ました。これはなかなか、イオナズン入れてんの？あ、これこれあれだ。あ、これあれだ。アグロゼシカじゃないわ。イオナズン入れないもん、アグロゼシカ。ちょ、これはあれですか？バーンゼシカってやつですか？コントロールゼシカってやつですか？もういろいろね、なんか何種類あるかわかんないですけど、もうね、なんとかなんとかとかね、もう氷塊、なんとかとか、氷塊なんとかいろいろあるんですよ、種類が。もう4、50種類あるんじゃないですか。7キャラですけど、そのデッキの種類で言ったら優に50はくだらない。さあ、ここでもう、いやー、これはもう強い。ドラゴン、いや、これ、いやー、すごい強い。なんと1ターンで17与えてエンド。さあ、熊猿、お見事！ちょ、HP いくつだったの？ちょ、HP いくつだったの？ HP。確かにこれ HP 気になるな。さあお見事、クマサル勝利からでございますが、ドラクエ10画面戻すときに消さないと。さあというところでこちらがナイス。打ち出ししてもまあ面白いっちゃ面白いけど。ハブロックで次のターン行けば自分の勝ちでした。ラージライス。ああ、なるほど。ラージライス君、あれアグロゼシカじゃないんだね。あれ何ゼシカ？コントロールゼシカ？まあ、そういうの分かんねえか。バラモスとか入ってるやつ？いや、ちょっと面白いっすね。あれ熊猿さん。っていうからさ、ただ今ね、あんまランクマやりたくないんだよ、今。もうランクマ今ね、勝ったり負けたりでね、もうあの、星が下がっていくとね、もう、めちゃくちゃ腹立つんですよ。というところで皆さん、本日のカジノフィクサーベータ版ね、まあそうね、あれですよ、なんですか？ディレイですよね。ちなみにね、ディレイできる、ディレイできるんだよ。ディレイ、2分。いや、ほんとですよね。ランクマッチはゼシカばっかりでやりたくないからフリーマッチばっかやってる。ああ、もう、ゼシカほんと多いですよね。もうほんと多い。ミネアはマジで勝てない。さあ、どうでしょう。カジノね、カジノフィクサーのこちら、ね、ドラクエライバーズ、かなり相性はいいと思いますけどね。環境設定。2分できるならそれで解決。ちょっと今あれですね、記入させていただきますけど、いや面白いな。ちょっとあのレジェンドとかさ、ちょっとあのレジェン、なんていうの、レジェンドとか、そのあれですよ。ちょっと強い人いないですか？プラチナ1とか2とかレジェンドの人いないですか？めちゃめちゃ強い人いないですか？次あるなら参加したいです。ちょっとあの、逆にあれやります？ゴールド以下でやります、一回。ゴールド以下マッチやります、ゴールド以下マッチ。
始めたばっかで不慣れなあれでやりたい人、不慣れでもいいというのでやりたい人、そっちの方が面白そう。ああ、まあそうだな。ゴールドコです。参加希望ミラ。お、参加希望。だから放送が必要なんです。放送がチャラチャッチャ。これ今放送がな、カジュンベータ2ランク交互混合戦、まあ一度プラチナ上がったら逆に落ちれないからね。ゼシカ&ゼシカ&ミネア 3.44 倍。これツイッター何文字まで増えたんだろう。なんか増えた気がする。 3.44 倍。準優勝がケンちゃん。これもいろんな人来てほしいからな。ケンちゃんがククールアリーナ。ククールアリーナ。ククールアリーナ、ケンちゃんが 2.57 倍。あー、全人死亡です、やりて。 2.57 倍。3位が、クマサル、プラチナ3が、トルネコと、トルネコ&、トルネコ&ピサロ。トルネコピサロで、これが 1.99 倍。1.99 倍からのラージライス。放送ね、放送もう一人してくれればいけます。ラージライスがシルバーワン。シルバーワンのゼシカトルネコ。やっぱりゼシカは強えな。あのものすごい他のカードゲームで。テレレレレ。ラージライスくん 14.8 倍。14.8。14.8 倍からの、まだ始まって1週間、6日だもんな。ここが少々、ここが17650、7650。今回の最高内キャッチが、今回の最高内キャッチが天神6880万。天神最後大抽選会やな、これ。ちょっと次回やな、トーナメントは。またな、レジェンドだらけになったら順位も明確で実力が分かりやすくありやすいですね。ああ、もうレジェンド。いや、何人がレジェンドいけんのかな。ちょっとあれだな、バージョン、ちょっと4枚に最後の抽選会やりてえな。そう。でもバージョン4で新しいアイテム来たらそっちの方がいいかな。シルバー5でも参加できますよ、デビリスさん。放送できんなら。消費アイテム。放送主が欲しいんですよ、放送主が。
送準備します。じゃあ皆さん、最後泣きの一回いきましょう。ラスト一戦、カジノフィクサー杯ベリオ。デビちゃんが最高シルバー5、デビちゃん超大穴。デビちゃんデッキ2、ミラさんも最初表明してくれたから行こう。ミラさんがゴールド5。まあこれなんでこれ最高ランクにするかというとね、これ見てる間に落ちることがありますから、はいプラチナ2ですって表明してね、待ってる間3戦ぐらいしてすいません落ちちゃいましたっていうことがあるんで、あの行ったことある最高ランクの表記にさせてもらいます。もうねあっさり落ちるから、プラチナ1にいた人もプラチナ5とかに落ちるから。本当に。負け越すから。10回ぐらい。もう夜中なんかね、集中力、やりすぎて集中力切れて、ミス多くなってきて、熱くなってね、それで負け続けるっていう。最高ならゴールド4です。わら。最高ならゴールド、OK。ゴールド4、OK。最高ゴールド4、現在ゴールド5。はい。でデビリッシュさん、ミラさん、あのデッキ私みたくゼシカミネアとかね、あの2つください。それではお後1名様、席が空いております。お後1名様、初参加優先でございますが、いかがでしょうか。これラスト、デビちゃんがテリーゼシカ、テリーゼシカ。さあミラさんがゴールド以下ですかね。ゴールドコンタさんいくつですか。ゼシカ使ってプレミア3まで来たけどググールに5連続当たりました。ゼシカアリーナ、アリーナいいね。アリーナは逆に目新しくていいよね。本田さん、ランクいくつですか。まあもう基本的にもう早い者勝ち。初登場優先、早い者勝ち。いやー、これでもちょっと緊張するな、これな。URL 省略。最高プラチナ4です。OK。じゃあ、本田さん、OK です。本田さん、最高。プラチナ4。まあここは本命。コンタさんデッキお願いします。あのデッキというか、あのキャラクターの種類だけでいいです。先ほど申しました通りね、ゼシカしかやんないとしてももう一個じゃんけんの反対側言っといていただけると、対戦相手をね翻弄できると思います。デッキはテリーとピサロです。テリーピサロ、かしこまりました。
いやーテリー、いやーテリーがやりにきんだよな、ほんとな。いやテリーがほんと強いんだ今、テリーが。さあ、というところで皆様来ました。なんとさらっと3回も開催できるんですね。しかも皆さん意外と早く終わるの分かりました。イタストがベッドから試合終了まで2時間ね、これ30分です。イタストやりてえけどな。イタスト寝不足なんだよな。それでは皆さん、本日最後の、さあ本日最後でございます、こちら久々のカジノフィクサーでございますが、サクサク見れる日楽しめてますよ。いやいいですね。もうすぐバージョン4も来ますしね、ドラクエまたいい流れ来てますねこれね。それでは皆様、ラストベッドどうぞよろしくお願いいたします。まあまああれだけの激戦メンバーくぐり抜けてきてね、まあデビちゃんには負けないでしょう、1戦目は私とデビリッシュさんですけど、まあ負けないでしょう。でミラさんとコンタさんね、プラチナ方のコンタさんね。あーテリーとピサロか、テリーピサロ。ちなみにね、あの相性、今上がってる相性ってのを見せますよ。私がよく拝見しているこれ、まあこのコントロールテリーってのがまあ強いね、まあ強い。ベッドは郵送ですか？ベッドは郵送ですね。まあこのコントロールテリーほぼ苦手なところ、アグロゼシカがまあまあ、ピサロ、まあアグロゼシカ強いけどな、ククール、名前の下に書いてあるキャラ名はどっちかを出すって意味ですか？そうですそうです、どっちかを出すって意味です。キスミネア入ってた、キスミネア、マグロアリーナ、おー、すいません、やっぱりテリーゼシカに変えてもらっても大丈夫ですかね？テリーゼシカ、わかりました、ここまでですよ、テリーゼシカ、はい、OK。 それではここから変更なしでお願いします。ゼシカ、はい、トツカーナナイス、緑がコンタナイス、1000万トツカーナ。さあこちらギャンブルの申し子、悪魔の申し子、トツカーナナイス、1000万ゴールドベット、ありがとうございます、失礼しました。そしてひろゆき、さっきは見逃してて社長にかけられませんでした、300万。ねえ、いきなりカジノやるなんて思わないですからね。さあひろゆきナイス、300万ゴールドからね、僕の弟と同じ名前、ひろゆき300万ゴールドナイベット、エピーティーひろゆきさんね、はい。さあ皆様いかがでございましょうか、デビリッシュさんね、まあスゴロクでは散々やらかしたデビリッシュさんでございますけどね、後半はスゴロクも強くなって、そして初登場ミラさんね、デビちゃんミラさん、しかし放送ね、これデビちゃんがやろうって言ってくれたから今回できるわけですね。シルバーの5、まあまあコンタさんが一番やってるでしょうね多分ね。さあこちらが、さあオビちゃんからがコンタ2800万、マジでスターウォーズエピソード8、本当
12月15日公開ナイス。さあ2800万、さあ帯ちゃんが2800万もあるということは、これ相当あれですね、相当その腕を信頼していると。さあ帯は2800万ゴールド、手紙ん手紙整理しよう、手紙ちょっと整理。さあ皆さん、ここがね、もうこれもうこの手紙の返信のやつもこれ捨てる。さあお手紙整理させていただいて、地球防衛軍とかギャンブルできるのかな。さあギャンブルのこちらゴールデンタイムになってきましたが、本日最終戦のカジノフィクサー杯ドラクエライバルズ、ね、私に気合があったらねこの後いた人なんですけど、今日はこれで終わりです。さあお手紙からの、お手紙からの、テリー・ジェシカが鉄板構成だわな。まあ、テリーゼシカ、まあ、そうだな、テリーゼシカ強いな、そうだな。アンジーからの、はい失礼。はい、こちらが私に700万はナイスハート、700万ゴールドナイベット。いやーこれでも結構緊張しますね、これやる方はね。いやこのさ、あのランクマ戦とかでね、ランプピカロも上がってきましたよ、匂いだけを多く入れた。あ、そう、なんでランプって言うんですか、なんでランプピサロって言うんですか。俺たちランプっつったらパルプンテしか思い浮かばねえよ。これね、あのあれなんですよ、あのランクマとかだったらちょっとミスったらバカにされて、バカじゃんとかね、やらかしたなとか言われるぐらいするんですけど、これギャンブルにするとミスったら、てめえ八百長だろとか、何やってんだよっつって、マジなプレッシャーだからこれね。MP 加速させるからランプ。無得用語ですね。ランプアップだっけ？無得用語覚えてない。あな、ランプ。マジック・ザ・ギャザリングがその MP のことランプって言うんだ。結局マジック・ザ・ギャザリングなんだな。さあスペランカーから私に100万ゴールドはナイス。100万からがスペランカーナイベット。いやでも皆さん、デビリッシュソグオなんですけど、かなりデビちゃんは、いやネット機器とかコンピューター強いんですよ。多分俺結構先輩だと思うんだけど、デビちゃん。もう iPhone X 持ってるからね、デビちゃん。この前コメントで言ってた。なんか iPhone X の発売日に買った人って言ったらデビちゃんが、ぬっつって、書いてあったよ。iPhone X までさらっと買う勢だから、iPhone X でやってるわけでしょ？大したもんだよ。ベットするにはフレンドかチームですね、ネイギさん。サブキャラでもいいのでね、フレンドかチームかね、来ていただけるとね。トムさんこんばんは、ナイス、ね、シャインマスカット、トムさんシャインマスカット最近超流行ってきましたね。あれですよ、カフェラミールとかもね、カフェラミールとかもシャインマスカットのなんとかなんとかスイーツだしだよ。最近シャインマスカット見るとトムさんとナオと思い出す。さあフィクサー50万ゴールドナイス。お、嬉しいです。50万から。いや今超流行って、もううめえもんシャインマスカット。このゲーム iPad だよな。今日デビちゃんなかなかあれっすね。なかなか最新ですね。さあ50万からがハルル、セッティ、やっぱり将棋とかに近いよね、このゲームね。デビリッシュ、ミラー。ナイスセッティからの。50万ゴールド。やばい！やばい、セッティ、デビちゃん84倍。同じくミラーも84倍、85倍。セッティ。い
今パルブンデ科学どうなってんすか。やべえ、全人死亡です。超やりて、放送でやると稼るからやりたくねえんだけど、でも放送外だとやんねえしな、どうしようかな。もうほんと3時から6時とか超マイナー時間だけやろうかな。さあ皆さん、こちらが、フィクサー現在 2.95 倍、コンタさんが大本命、オビちゃんが2800万入れての 1.13 倍、ミラ・デビリッシュ 85.6 倍。渋いね。さあ皆様、間もなくあと3分ぐらいで締め切りますけど、いかがでございましょうか。まあゼシカアリーナ、いやみんなゼシカやってんだな。ただ今回ククールがいなくて、テリーアリーナ、テリーとミネアってどうなってんだ。テリーミネア、テリー5部だな。いやテリーにはミネアのが有利だ。いやテリーミネア有利だな。テリーミネア有利。いやこれ悩むな。テリー・ミネア・ユーリの、これ悩むなこれな。でも俺はい、こちらアイコンタナイス、ハピア500万ゴールドナイス。ちょっとね、俺的にはね、ミネアの方がやりたいんですよ。さあハピア500万からのデビちゃん、張りがなくて寂しいから始まりお願いします。寂しいから。ナイスデビちゃん。デビリッシュ。まあデビちゃんね、これ一応ランク見るとね、ランク見るとちょっとプラチナの方がいいんじゃねえかつって。さあこちら、デビリッシュさん50、ナイスクロノから。さあ50万ゴールド、クロノ。ミラさん50万ゴールド。50万ゴールド、クロノ。ナイス。皆さん久々にカジノフィクサーよろしくお願いします。青500、黄色500はナイス予備機ね。パルブンテの在庫抱えている方大丈夫ですか。22サバですね、イギさん。22サバのラッカランの郵便局にいます。青500からの黄色500万ゴールド予備機ナイベット。そしてこちらが花ちゃん、社長とデビリッシュさんに各50万ゴールドナイス。花ちゃん。そしてこちらがデビちゃん、50万ゴールドが花ちゃん。花ちゃん。フレンドいっぱいなのかな？フレンドいっぱいですね。じゃフレンドすいません。フレンドが最近見ないぜ。ローラさんごめんなさい、最近見ないぜですね。レグルスさんごめんなさい。レガカルチョさんもすいません。それからランさんごめんなさい。ありがとうございます。ライムさんも見ないかな。モルルちゃん、メレーパンチさんも見ないかな。最近 OK。 ナイスおぼろさん。おぼろさんがネーギさんですか。ナイス。野村太郎さんがデビリッシュミラー各50はナイベット。50万からが野村太郎さん、デビリッシュミラー50万ゴールド野村太郎さん。ちょ、これこの送られてくるのが聞こえるな、チリンチリンが。ナックンが来た。ナイス。1000万ゴールド。ナイスナックン。ナックンが1000万ゴールド。ナイスベッドからのレン。社長デビリスさん各100はナイス MI レンさん。
レンさんといえばあのな、煉獄の体験企画で協賛してくれたレンさん元気かな。100万ゴールドがこちらがナイベット柄のきなこ餅。初手銀タロット引けばミネアが最強ねえ。そこなんすよね、きなこ餅さん。だこれんだよ、銀のタロットが。銀のタロットの前に天変地異が来るんだよ。天変地異をね、1枚しか入れておかないと来ねえんだよ。で、2枚入れといたら2枚来るんだよ。天変地異が2枚来ると鬱陶しいんだよ。さあ、デターンさん、ナイス。200万ゴールド、ナイス、デターンからの。そして、雫、青、200。これ、本当に課金するかも、そろそろな。いろんなデッキできねえと。砕きまくちたかな。さあ、雫さんがこちらが青、そしてマドリーがトルネコオンリーでコツコツゴールドタイで遊んでます。ナイス。コンタ100万ゴールド、100万からのこちらがマドリーさんからがナイベット、そしてこちらがアイオロス。針がなくてかわいそうなので2箇所のデビミラーに50万ずつ。いやいや、そんなアイオロスさんまだわかんないですから。こんなね、プラチナ行っててすごいように見えますけどね、この1週間狂ったようにやってるだけですからね。もうその腕と言ったらまだわかんないですから。だから僕は今、3番人気、4番人気バリは結構おすすめしますね。そんなに決定的に差はないと思うんだよな、これ。50万ゴールドからが。そして、ジバリでナイス。ジバリ50万ゴールド、ナイスミラ。ナイス、こんばんは。そしてこちらがおぼろさんが150万ゴールドはナイスね。ネーギさん、おぼろさんね。ナイベット。そしてしずくさんが黄色にも、ということはデビリッシュさんと、あとがしずくさん。こんばんは、ヒルズでバイトいます。200万ゴールド、ヒルズでバイトいません。こんばんは、初見です。ランクは関係ありません。しばらくバイトさんお休みね。バージョン4まであのお店来るぜ、あんまりいないなと思って。ややこしいので、おぼろさんナイス。さあ200万ゴールド、それ助かりますね。さあウォッカがコンタ500万、ウォッカも久々、みんな久々だよな。カジノが久々だもん。さあウォッカさんも超長年の常連、ありがとうございます。500万。そしてキコリが、ミラーさん100万ゴールド、22サバです。そしてケンジナイス。さあケンジ1000万ゴールド、1000万からがこちらがケンジはナイベット。おケンジが俺に貼るとか珍しい。さあ緑500万ゴールドからのこちらがディオ、緑500万の黄色が100万ゴールド、リオ、ナイベット。緑500から、はい。それでは皆様、1番人気コンタ 1.78 倍、2番人気私が 2.31 倍の、ミラー 7.11 のデビリッシュ 8.73。やはりこのランク順に倍率が割れますね。取引飛ばしていいですか？取引はね、受けてないんですよ。取引じゃなくて、フレンド、郵送で送りたいんでね。フレンドか、チームに入っていただくか、どちらかでお願いします。フレンドはあと5名空いてます。いつでも切っていただいて構いません。いつでも抜けていただいて構いません。まあ、ただね、しばらくお見かけしないなとなった場合にはね、フレンドはまあ、2週間ぐらいお見かけしないなと思ったら、席をね、譲っていただくために、切らせていただくこともありますし、チームも一定期間で満員になってしまったら当分見ないなという人はね、整理させていただきますのでね、怒んないでください。フレンドジョーカーナイス。ジョーカーさんは前切っちゃった、ごめんなさい。まあ大体2週間、フレンド2週間、チームはね2ヶ月と思ってくれれば。さあこちらブレイディ久々、
そろそろ今年のシャインマスカットも終わりですね。デビちゃんミラ50ずつナイス。ね、ブレイディさん50万ゴールド、シャインマスカット最高だよ。ほらブレイディさん、ブレイディさんのおかげでシャインマスカットの存在を知った。でそれを放送で言ってたら、あの気を使ってナオトが持ってきてくれるっていう、すごいんだね。岡山県の名産でね、ブレイディナイスカーのこちらが50万、デビちゃんミラ50ずつはナイベット。さあジョーカーが110万ゴールド、ミラさんね、ジョーカーさん次回から200万ゴールドからでお願いします。こちら今回は OK です。ジョーカー、こちらがミラさんからのさゆりんご、ライバルズわかんないですけどとりあえずありたい。いやさゆりんごさん本物のギャンブラーですね。100万ゴールドからのさゆりんご、手紙を付け忘れたのはどなたが付け忘れましたか。110万ゴールドジョーカーからの、あれ誰だろう、手紙付け忘れの人いる。さあこちらはキビドさん、社長とデビちゃんにナイス100万ゴールド。さあキビドさんも久々のベット、社長デビちゃん100100、ナイベットナイベット。郵便届い、おおや誰か間違ってね、送り先間違ってね。ジョーカーです、白茶拾ってくれてありがとうございます。ジョーカーさんね、ナイス、フレンドからのナイス。あれもらってんのが、キビトさん、さゆりんごさん、ジョーカーさん、ブレイディさん、ディオさん、ケンジさんね。手紙つけ忘れたなんています？つけ忘れた人。あの私あれですよ、黄色いフィグネットですよ、 HP932-740 黄色いフィグネットですよ。たまにね、白いフィグネットに送ったとか、フィクサーに送ったとかあるんですけどね。100万ゴールド、筋子さん。まあ、そういう場合はね、読み上げの時にね、確認されなかったものは返します。ね、もし的中していたとしても、的中倍率で差し上げることはないですけど、没収することもないです。ね、読み上げ段階のこの表で、エントリー受付されている結果が全てでございます。100万ゴールド、筋子さん。さあ、OK でしょうか。それでは皆さん、読み上げいたします。最近これたまに止まるんだよ。キャプロードすると固まるんだよ。それでは皆様、お見逃しなく読み上げます。こちら、私フィクサーへのベットが花ちゃん、ハルル50、スペランカー、レン、キビト、スジコさん100、おぼろ150万ゴールドからの、きなこ餅、デターンが200、ガリレオ、ひろゆき300、ハート700、ナックン、ゲンジが1000万は私が 2.34 倍。ごまに送った。もうレアだな。ゴマはレアだな。いくらですか？いくら、いくらセッティ、デビリッシュ、クロの花ちゃん、野村太郎、アイオロス、ブレイディが50。ゴマちゃんで高額ダイスの時だから、お金もしべったからね。さあ、レン、キビト、スジコさんが100、シズク200、ヨピキーが500、デビちゃん 7.5、3倍。そしてこちらがミラ。ミラが 6.73 倍は、セッティ、クロノ、野村太郎、アイオロス、ミラ、セルフバリ、ブレイディ50、キコリ、ディオが100、ジョーカー110、
雫金城2役の予備機が500万ゴールド、オレンジは私ですか、私50万ゴールド、お名前、お青100、はい、デビちゃん100、はい、そしてコンタさんが本命が 1.87 倍から、さあこちらマドリーサユリンゴ100、ハピアウォッカディオ500、ねえこの張ってる面々からするとこれ有名なギャンブラーかコンタさん、ん緑もう惑わすなよ、緑100、お名前が100万ゴールド、どうせあのゴマちゃん見たら分かりますからね、お名前教えてください。さあこちらがマドリーサユリンゴ100のハピアウォッカディオ500のトツカーナ1000オビワン2800、私オレンジと緑に、100、あのこのあ緑だ100はこのあれだね、青じゃなくて緑ってことですね、この1364番さん、お名前くれたら確定します。ごまちゃんにログ確認行きたいんですけどね、ログが消えちゃうんだね、すいません迷惑かけました、ダブルクロスでお願いします。かしこまりました、クロスさん、次回からフィクネットに張り切ってください。私にフィクサーに50、そして、コンタさんに、100でこちら受けたまわりました、ナイベット。それでは受付終了、10秒前から9秒前、8、7、6、5秒前、4、3、2、1秒前から。それでは行きましょう。フィクサー VS デビリッシュからですね。私がこちらが 2.34 倍。デビリッシュ、デビリッシュ、デビちゃんが 7.62。俺前なんかデビちゃん対決した時ボロ負けしたんだよな。スゴロクだっけな。さあ、ミラが 6.81 倍からのコンタさんが初登場で 1.84 倍ね、私より早くね、プラチナ4に到達してるんでしょう。500、300の100、さあ大変お待たせいたしました。ちゃんと音楽鳴ってほしいな、これな。暗証番号、暗証番号前放送に映ってたからもう速攻変えたよ。やべえ、また音楽なんねえよこれ、頼むよ。なんでこれちょっと音楽なんなくなっちゃうんだろう。やっぱりね、音楽欲しいんだよね。あの声がないとちょっと寂しいじゃん。これ再起動だな、これな。スマホから見ていますので皆さんルーム作って番号いただけると助かります。皆さんよろしくお願いします。ミラさんとコンタさん、やりとりお願いします。ここでやってください。再起動。まあ、あのね、テレ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 流したいんですけど、そうだな、やっぱ声あった方がいいんだよな。社長が歌うしかないっすね。いや、まあ歌ってもな。あの皆さん、今年も12月31日ね、年越しオフ会イベントやりたいと思うので、遊びに来てください。あの、話し合いの末、権力で取りましたので、12月31日から1月2日まで。年に1回ぐらいパーッと行こうじゃないか。ラフィエルっちゅうのもこれ結構強いんだよな。カウントダウンやるんですか？もうカウントダウンですね。いや、バージョン4盛り上がってほしいな。なんか一番目玉大型コンテンツってあれだ。やっぱりその、
ストーリー以外だったら防衛軍が一番大型コンテンツなのかな。ちょっと音楽頼むよ、音楽ちょっと頼むよ、てー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 頼むよ。うわ音楽なんで、78層レベルの敵なんでしたっけ。わ音楽なんで、78層の敵、なんでこう殺色と音楽なんねんだろう。わ音楽なんねえな、なんなんだろう。これ何なんだろうマジで。ちょ音楽マジな、あなったなった、うん、あなったなったなった。はい、オッケーオッケー。スマホ配信マジで音安定しないんですよ。それではデビリスさんルーム立てるんで、iPad にするか。ルームを作成どうぞ。780706、まあこれあれだ、デビちゃん入ったの見てから俺デッキ選択でいいな。相手のデッキわかんねえしな。フォースとともに帯ちゃんのほら、いや俺ね、やっぱゼシカかな。それではよろしくお願いします。私2番人気 VS デビちゃん4番人気、デビちゃん 7.62 倍。ちょマジマジ見せれねえ、すっげえトイレ行きてえけど見せれねえ。さあこちらがデビちゃん、いつでもどうぞ。そしてミラさん、コンタさんも始めちゃってください。よろしくお願いします。ちょ緊張や。フォースとともに、これねチーム名って8文字までなの。これ共にを英語にしてもあれか、あ共にを漢字にしたとしてもフォースと共にあーで終わっちゃうんだ。この時間からのライバルズ放送マジ見ちゃうよな。さあ派手にドカーンとやっちゃいましょう。さあ、やろうぜ。さあ、デビちゃん、マリガン、マリガン、マリガン消し、マリガン消し。今でもスゴロクでアンルシアターンにキラジャグするデビちゃんに負けたらあかんぞ。やってやるぜ。ふっ、私のターンね。よし。できることはなさそうね。見せてやるぜ。デビリッシュ。世話が焼けるな。さあ、行くわよ。サンタクロースにしか見えねえな。
紅蓮の炎で焼き尽くしてあげる。もうできることはなさ。まず5ポイント取って25対20ですね。フェイステリー魔神斬り。なんだそれ。イグサハイマランクいくらなんですか。もうプラチナ4。魔神斬りとかあんのかよ。しかもミスったから得したな。これなんだよ魔神斬りって怖えな。もしかしてめちゃめちゃ奇抜なデッキなんじゃないのか。もうできることはなさそうね。やってやるぜ。15対22ですね。魔神斬り初めてか。準備は整った。俺の求めるものは最強の剣だけだ。これ殴るとね、これでも3点取れるからね。さあ、行くわよ。正直ね、他にユニットがいてこのね、亡者の人玉を出せるとかなり有利ですよ。俺のターン。7対22です。いつも勝ちやな。私のターンね。コンタさん、ありがとうございます。負けました。デビリッシュさん、失礼いたしました。22対0です。それではコンタさん行きましょう。ありがとうございました。テリーゼシカか。デビちゃんありがとうございました。テリーゼシカな。780706ですね。さあ1番人気2番人気プラチナ4同士の対決になりましたが、入室いただいてから私これデッキ決めます。こちらこそありがとうございました。さあコンタさん入室どうぞ。780706。まあ、ここの画面に来てもね、どのデッキが誰かが分かんないんで。デビリッシュさん、804,459でお願いします。はい、デビリッシュさん、皆さんね、3位決定戦やってください、お願いします。804,459。いやー、これはちょっとどっちだ、これな。これどっちだ、これ。テリーで来たらミニアノがいいし、ゼシカで来たらゼシカ。いやこれは初の2連ゼシカでいきますわ。ちょこのままやってるとゼシカ禁止。いやマリガン。これ初のゼシカ禁止大会あるでこれ。なるほど。見せてやるぜ。
俺のターンだ。準備は整った。いやー渋いな。私のターンね。渋いな。できることはなさそうね。見せてやるぜ。刃砕き。いやー渋いね。さあ行くわよ。さあ盤面取らせていただけませんが、テリーはギガスラ警戒して高烈に出さないで。もうできることはなさそうね。やってやるぜ。これね、これ後ろ3つでもウォールになっちゃうからな。後ろ3つはウォール発動しなきゃいけないな。いやーこれなー、ギガスラは別選べます。あ、そう、あ、そうか、後ろも選べるか。いやこれが強いんだよ、この盾魔人がよ、これが強いんだよ。味方リーダーが受け、もうこれ出されると、もうこれ出されると除去するしかねえんだよ。これ出されたらもうもったいねえけど、これもう行くしかねえんだよ。これしかも攻撃も3あるしね。そうなんだよ、盾魔人はマジ鬱陶しい。これもちろん戦士特有、戦士カードでしょ。こんなんもう共通カードでみんな入れるよ。もうこいつな、もうこいつがマジで強いんだよ。いやこいつがもうマジで強いんだよ、このガチャコッコがよ。もうこいつマジで強いんだこいつ。いやこれオビちゃん2800万、トツカーナも1000万貼ってるよ。いやーこれもうマジで強いんだガチャコッコよ。でここはこれ殴り忘れじゃない、あえていかない。ここはウォールを維持します。味方リーダーが受けるダメージ3、テンションリンク、やばい。三日月よ、俺に力を貸せ。いやもうじゃあもうこいつも、いやーこれきつい。いやいいコンボ。いやーこれきつい。私のターンね。いやこれはマジできつい。いやーこれはマジできつい。
もうできることはなさそうね。見せてやるぜ。まだ五分だね。雷鳴相手が持ってたらきつい。まだ五分だけど雷鳴持ってたらきつい。デビリッシュさん。いやーこれもきついなー。いやーきついなー。さあ行くわよ。いやーこれカードきつい。いやーこれカードきつい。いやーこれきついな。そろそろ決めないとね。できることはなさそうね。俺20いってありますね。13対21。でまだ HP 余裕ある。さあ試し切りといこうか。覚悟しておけ。いやーこれもきついな。カード入ってるね。いやーきつい。いやーきつい。ありがとうございました。もっとやり込んでからまた来ます。ナイス。いやーきつい。これ竜王でしょ。いやーきついきついよ。いやーカードドローがほとんど来なかった。こう見えてやっぱ綿棒は入れとく必要あるな。いやこれちょっともう正直かなりきつい。いや正直きついこれ。いやこれ負けたな。いや引けず。いや申し訳ない。もうできることはなさそうね。じゃあ参りました。俺のターンだ。これも決まりだな。これ13ポイント。諦めねえけど、諦めないけども、負け確です。地獄スパークとか自分。地獄の雷鳴よ。よし。かなりの
腕前っていうのを知ってた人たちが早い段階でがっつりベットしますね。まあ、ちなみに今の展開の流れだともうミニアでも全然勝てない。さあディオがこちらが920万ゴールドはネゲチ、そして同じくウォッカ920万。さあ賞金は少々待ちよ。ウォッカはフレンド、使用かか。これ万が一中身が入ってなかったら送りません。そしてこちらが優勝賞金が1,2,3,4,500万ゴールドからのね、カードゲーム2回勝って500万だったらいい。あれコンタさん、チームでもフレンドでもない。コンタさん、あのフレンドになりきてください。かきくけこ。うん。はい、倒してませんよ。ちょっとチェックさせてください。
コンタさん、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 郵送したいのですが。で、ミラさんに100万ゴールド、100万ゴールド。ミラさんがフレンド、ミラさん、マミ、フレンドなってないのですいません、受け取りに行きます。はい、お願いします。ミラさん、マミ、ミラさん100万ゴールド、ナイキャッチからの、それとも、あの、どっちがいいですか、ラッカランと219丁目どっちがいいですか。ラッカラン君の面倒さがあったら219丁目いきます。いやー、でもゼシカとミネアともう一個やるんだったら、まあテリーだろうな。テリーだけど俺ほとんどカード砕いてっからな。まあ、マジな話、1万円やんなきゃダメだな。1万円ガチやんなきゃダメだな。総資産1500万分の300万、が行かれた。失礼しました。ちょっとね、ちょっと強かったよ。このコンタさんも、もうレジェンド行くよ、レジェンド。もう1週間後にはレジェンドだよ。いやー、もうやりたくねえな、プラチナ4からあんまな。まあ、やんなきゃ上がんねえけど。やりたくねえな。さあ、コンタさん、ここで待ってればいいですか。やられたらあれだよな。あの、かつて画廊伝説のさ、キムカッファンの、あの、法王客みたいな感じになるよな。法王客とか、あと、豪気の春国殺。ベベベベベベンだもんな。だってもう25対1からね、逆転とか渋いよな。アリーナで顔面パンチ30ダメ出ましたよ。マジで30もあんの？オーバーやな。いや、ちょっとワンタンキル見てえな。動画ねえの、ワンタンキル動画。はい、クロスさん、150万ゴールドからか、ナイス。そしてこちら、184万からの、184万ゴールド。いや、今日はもう終わっていいでしょ。絶対負けるもん。こちら、クロスさん、カキク。さあ、こちらが、クロスさんね。クロスさん。カギク。ク、ん？お？ピサロのレジェンド詰め込み。チーム、チーム、猫。おい、猫勢かよ。猫勢？ん？猫勢って書いてあるか。さあ、ナイス。184万ゴールド。ネゲチー。こちら、チーム。ね、これ。福引きランドだ。福引きランド。福引きランドカジノ。ナイス。福引きランドカジノまたちょっとやりてえな。そう、新規の人が貼ってくれたんやな、クロスさん。いやー、ちょっともう、あの、あれだから、正直もう放送入れると熱くなるから、放送入れないで無心でやってると普通に冷静にできるんだけど、放送やってるとよ、
まあ、一応無理やりリアクション取んなきゃいけねえじゃん。めちゃくちゃ腹立つから。ちょっとワンターン、ちょっとワンターンキルアリーナ見てんだけど、ちょみんなでワンターンキルアリーナ見ましょうよ。チャラチャチャラチャチャ、ドラクエライバルズ。まだ感染機能使えないの辛いですよね。そんなのあるんですね。わら、ワンターンキルちょっと見たいんだけど、今回が優勝がコンタ P4 からのテリーゼシカ。テリーゼよかったな。ゼシカテリーで 1.84 倍。いや今ドラクエライバルズの放送普通に見に行っちゃうよな。勉強期間だもんな。まあ、たまにこのやりましょう、カジノフィクサー杯。ゼシカ、ミネア。ミネア少ないね。また奇数ミネアはちょっと上がってきたよね。2.34。今後キャラ何が来るんだろうな。3着がこちらがミラさんが、ミラーがゴールド G4、ミラさんがゼシカアリーナ、ゼシカアリーナ、6.81 倍。そしてデビ、はい、デビちゃん放送ありがとうございました。シルバー5からのデビちゃんがテリーゼシカ、ゼシカテリーからの 7.62 倍、7.62 倍からの2860。最高なキャッチがオビちゃん。12月15日ね、エピソード8。ワンツースリー見ないと。なんかディズニーランドのスターツアーズ、また乗りてえな。1.84 倍。5152。やっぱカジノとの相性いいな。これで配り漏れはないと思います。ちょっと待って、ワンターンキルアリーナ、ワンターンキルアリーナがこちらね、こちらの動画の方失礼いたします。キラーマシンはダーティーラビットを強化してワンターンキル。ダーティーラビットは早手のリングと力の指輪だけで、そうなの、24点入ります。だから力の指輪は怪人の指輪だと30点入ります。
キラーマシンは元が3なので、会心の息吹と力の指輪を組み合わせて効果力を狙います。ザコが道を塞いでる場合は適当に除去って顔面に届くように調整しましょうね。基本的に顔面にパンチする必要ありません。烈光剣じゃないの？烈光剣じゃねえのこれ。見よう。2回攻撃する。あ、2回攻撃？これ元の音がな。1枚しか入れられないから勝率にムラが出る感じか。ああそう、これダーティーラビットが強いんだ。ダーティーラビットいなくね。まあこれ買ってからのスピードがちゃんと速くて助かるな。ちょっと早送りなんで助かりますね。アリーナちょっと花あるな。配信者やっぱアリーナの方がいいんじゃないのこれ。でピサロからのこのやっぱランプピサロも強いな。あとね、6枚以上のデッキを維持するトルネコも強かった。なんか6枚以上あるとどうだみたいな。テンション上げてピサロナイト。ちょ、これもう全てのな。あ、来た、ダーティーラビット6。やべ、ヌスッとウサギとダーティーラビットの違いが全然わかんねえ。だいたい一つのモンスターの上位のやつな。結構みんなセットだよな。でも結構最初からライバルズさ、豪華なモンスターいっぱい出してるから、あぶれん時に何出していいか分かんねえよな。出てねえのってなんだ。5、6、5、6、7とかのラスボスで出てねえか。やっぱ音ないと寂しいな。これでキラーマシンでしょ。キラーマシン飛ばしすぎや。うん、その飛ばしてる。いや飛ばしてない飛ばしてない。マドハンド救いにならいくて、でもコラボ先がある。まあまあそうだね。キャラクターは何くんだろうな。まあ、勇者全部いないもんね。なんかイタストみたいな布陣になってるよね。だからこれ、まあアリーナは中川翔子さんだけどさ、もうこれからアリーナが登場するやつ全部声優の仕事あるからいいよな。作品によって声変えないもんな。バラモスのやつはドラクエ7の盗賊集団のがあってた気がする。バラモス、ちょ、これこっからだ。こっからバラモスじゃなくてグラコス。グラコス、三悪魔で、ここ除去して、でここまで、これ倍速ぐらいなのかな。早いよな。あとアグロのいいとこは早いよね。ミネアさ、めちゃくちゃ時間かかった上に曲げるとすっげえ腹立つんだよ。文字の編集のやつね。え、何これ。え、意味わかんねえ。
え、どういうこと？え、ちょ、ど、え、どういうこと？どういうこと？え、わけわかんない、わけわかんない。ダーティーラビット。なんでこれ8から16に上がんの？よくわかんねえよこれ。アリーナよくわかんねえな。え、これ、これ相手にやられたら何何何ってなるのこれ。え、特技を1回武術を使うたびに倍？倍になんだ。いや倍、倍なんだよそれ。見よう。ユニット1体に2回攻撃、このターン中敵か味方の攻撃プラス2。いや、よくわかんねえな。なんで倍々で上がるんだよ。まあいいや。ということで皆さん、最後に元気玉交換しよう。職人とかやんねえからな。職人やんないから、あの大抽選会はあれでしょ、大抽選会バージョン4でいいかな。ルーラー、コロシアムランキング見よう。めちゃくちゃ育ってますね、わら。結構育ててるよ、フィグネット。アクセとかやってます？あんまやってない。そのうちやることになるだろう。これサブキャラまで99にしてる人。いや、俺、フィクネットは、最高、魔物使いが97。サブとかほとんどやってねえな。サブキャラまで全部完走してる人とかすごいよな。でも、ライバルズがカジノのコンテンツに来たらちょっと超面白いよな。ワールドランキング最新すごい。もういたすとはなしですか。もう今日いたしてない、ごめんなさい。すごい、クロックス、すごい、ビレッジャーズ、やっぱレジェンド頑張るな。僕ラグナレジェンド1か、ここらへんか、3、絶対この4人じゃん。違うの？ 3 万。いやー、みんなすげえな、これ。パオさん、18。うおー。ルシア、ライバルズもレジェンドで、こっちもランクインってやるな。プロフェッショナルかよ。ヒロキン、鉄人。なんかもうあれだね。もう、すごいね。ま、歴代のランカーたちがみんな入ってる感じだね。宇佐田海斗59位、渋谷。マサト2人いるの？マサトさん2人いんじゃん。これはまた ややこしいな。だいぶこのあれだね、だいぶポイントに差あるね。
エルブードが初日入ってるけど入ってねえんだな。明日で最後だっけ？明日、明後日、明日、明日最後。これ歴代で一番これポイント低いんじゃない？これ。SS。8300。これ SS っていくつから？8285ポイント。おぉ、渋いな。渋いな。8200、渋い。チャラララ。8200ぐらいからじゃないっけ？マジで？じゃあもう、あれだ。SS の人数イコールでほぼランカーだ。じゃあ SS ってもう。タイムとか届く気しない。じゃあ SS ってもうあれだ。もう、300人ぐらいしかいないんだ。それでは皆さん、今日はね、こちら、ライバルズ参戦ね。3トーナメントを行わさせていただきましたが、また開催しますので、皆さん、ライバルズね、腕磨いてる方、また遊びしてください。ということで、今日は参加者の皆さん、ギャンブラーの皆さん、リスナーの皆さん、本日もありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。おやすみなさい。まあ、ワンチャン全人死亡ですの、仮想放送があるから、仮想放送が。仮想オフゲー放送あるか、仮想オフゲー放送。ありがとうございました。ナイス、ありがとうございました。仮想オフゲーはこちら。525万1002。それでは皆さん、おやすみなさい。失礼します。あれ。ここが今、僕が夢を見上げる場所。その夢から僕の場所は見えるはずも